まあちょっとね、いろいろ話していこうかなと思うんだけど、半年ぐらい前 にさ、なんか夜咳が止まんないんだよねみたいな話をしてたと思うんだよ。寝てるとなんか咳が出てみたいな。でその後なんかお家のあれこれもあったりとかして、まあなんかそっちの咳の方は後回しにしてたんだよね。そう、そしたらあのこの間1週間ぐらい前にさ、あ、喉痛いと思って、そう、エアコンかなとか思ってたんだよ。エアコンが汚いのかなとかつって掃除とかしてもらってさ、それでもなんかやっぱ夜咳が出てて、でなんか新居でも出るし、なんか前の家でも出るし、で何なんだろうねみたいな感じで話してたんだけどさ、みんなとさ、それがまあまあ咳喘息でさ、ずっと咳喘息をちょっとほっといてた感じになってて、なんかその咳喘息で気管支がちょっと弱まってるというか荒れてるところになんかウイルスアタックが来たらしくて、そう、それでそのウイルスアタックにより、まあちょっとその喘息がなんかこう気管支炎になっちゃって、ちょっと急遽ね、そうお休みすることになったんだけど、偶然ね、5日昨日まではあんまりそのお仕事がさ入ってなくて、とりあえず5日まで休みましょうつって休んだんだけど、そう、今月またね、こっからね、ちょっといろいろ忙しくてさ、ちょっとね、心配ではある。まあでも、そう、炎症はね、収まってはいるんだよね。もう気管支炎はだいぶ良くなって、そう、ウイルス自体はもう抗生物質とか飲んで、ずっと一日ゴロ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 してるみたいな感じだった。もう平気かなと思ったけど、ちょっと意外と喋ってみるとダメだね。でもやっぱみんなに会えないのは寂しいから、あの1時間だけでも喋りたいし、あと同時視聴とかね、多分あのできるし、お仕事でね、どうしても今日は配信すると喉痛めるなって時は、あのいつも最近みたいに動画上げたりとかしようかなと思って。みんなどう？ラミーが最近あの動画とか上げてるんだけど、あれってどう助かってる？助かってない？ラミー観察日記、あ、動画めっちゃいい。あ、本当にいつも寝る前に見てる。あ、ありがとうね。お休みがね、多分どうしても増えちゃうから、このなんか喉の今の感じ、そう、喘息良くなるまで少しね、そう、みんなに会えない時はみんなの寂しさを少なくする何かをね、塗っていきたいなと思っております。